そしてキム・ジョンイルがあるいはその後継者が失脚をしてあるいは政府の考え方を変えて核兵器を放棄しそして拉致被害者を返還して全容を表すまで我々は今後とも粘り強く北朝鮮と交渉をしていく。そしてもちろん我々は今国交はないわけでございます。国交があるのは中国そしてアメリカにも代表を送っておりますからアメリカ、中国、ロシアこういった国ともアジアの平和のために核の拡散を防止しなければアジアの平和は保てない。こういう観点から北朝鮮に圧力をさらにさらにかけていかなければなりません。そうして究極の目的は今の政権を崩壊に導いてそして平和国家としてよみがえる。今の韓国でもそうでございますが朝鮮民族がそれからまた近代化の道を歩む平和国家として歩むこのことが必要であります。彼らを今のまま置いたのではアジアの平和に対する重大な脅威であり数毎日毎日その脅威は拡大しているわけでございます。ウランの濃縮についてもこの広島型原爆の方が扱いが優しいのであります。実はというのは飛ばしてポンと日本の上空で落とせばこれはですね容易に爆発。今のプルトニウム爆弾は簡単でなくて飛ばした上で爆縮といって、爆薬でもう一度破裂させてその刺激で本当の原爆を爆発させなければならない。したがってミサイルの技術遠隔操作の技術その他まだまだ幼稚園の段階であるということははっきりしている。しかし幼稚園はですね、すぐに小学生になり中学生になり一人前になるわけでございますから決してそれを待ってはいけない。時間を溶かしてはならない。我々日本人1億2000数百万人の命がかかっているのであります。私は野党民主党はこの点についても非常に甘い対応をしていると思います。私が官房長官の時にですね、もう核兵器は開発をしているぞということをあるところで申したわけでございまして新聞に出た時に民主党の議員から予算委員会で私に対して失言ではないかどこで見たんだ原爆を開発したなどということを無責任に言うな政府の高官が言うんじゃない言ってですねもし高官がそういうことを言うんなら取り消せそういうことを迫ったのであります。私もまあ見ておったわけではありませんがあらゆる情報からこの核兵器が開発され兵器として原爆としては7、8個を持っておることは当時から確認されておりますからこの原子炉のですね燃やし方そこからのプルトニウムの量こういうことを考えると当然ながら7、8個持っておる。今2、3個実験でやったけれども一時止めたけどまた動かしている。したがってですねこれは持ってるんだもう世界中がそう言ってるんだと言ったんですが民主党の某議員はですね見たわけではないのにそんなことは信じられない。それは日朝平壌宣言に反しているではないか。とぼけたことを言うんじゃない。私は大声で怒鳴りたかったんですが予算委員会の説でありますから、まあ、そうは言わなかったですけどもその程度なんですよ。我が国の安全についての感覚はその程度。それを調査としてはっきりしているのはあの民主党はですね小沢さんがいろんな諸説を言われそしてあのイラクでも安全な地帯にサマワというところにあのヒゲの隊長さん以下派遣してそして平和を維持する部隊を出しましたね。もうとにかくですね紛争地域と紛争地域でない場所を赤とピンクと白に塗り分けろって小泉さんはそこで違う。私が言ってるのはこのサマワという陸上自衛隊を派遣する地域は白なんだ。他がどこがピンクでどこが赤だなんて言う必要はない。我々が派遣するところが白で安全なところなんだ紛争地域でないということを断言して野党はそれを声高に笑ったことを覚えておられると思いますが
5年たち6年たち、皆さん、イラクで誰一人死傷者も出さずに、そしてイラクで平和貢献をした我が陸上自衛隊、そして航空自衛隊は無事帰ってきたじゃありませんか。帰ってきたら民主党は、いや私たちが指摘したのは誤りでしたとは一切言いません。憲法上疑わしいことをしたのはけしからん、派遣が悪い、今の海賊対策で海上自衛隊をソマリア沖に派遣するのもおかしい、アフガン沖に給油活動のために海上自衛官を出すのもおかしい、これは変えておりません。一体世界の外交防衛を考えているときに、この民主党がこのような外交防衛政策、北朝鮮も含めて、どのように政権を取ろうと考えているのか、無責任そのものではないでしょうか。私は皆様方にお伝えしたい、こういう曖昧な考え方で対応すればいいと考えているところには、政権の運転をまだ任せるわけにいかない。今までのことを反省して、やっぱり必要なことは必要だ、しかし日本の安全保障、憲法の考え方は尊重しながらこのように対応するという姿がはっきり出てこないと、我々は任せるわけにはいかないと思います。さあ、年金、社会保障、その他いろいろまだまだ問題があるんです。医療制度でもそうですね。医療制度は前の保険制度に戻せばいいということを民主党は言ってますが、それをやると実は市町村、高齢化しているところみんな潰れてしまいます。医療制度が崩壊するんです。だからよりいい制度にするためにどういう知恵を出すかということを言うべきであって、前の老人医療制度に戻せばいいんだから、とりあえず今の高齢者医療制度を廃止しろと、それから考えるなどというのは反対のための反対であって、政権を自らすぐにでも運用しようと、運営しようと考えている政党の考えることではありません。このようにたくさんの矛盾点がありますけれども、まあ、今はまだ選挙演説というには多少早うございますので、時間の制約もありますので、それ以上は申しませんけれども、我々は必死になって今の景気、雇用を支え、中小企業を支え、安全保障のことを考え、そして社会保障のことを考えて頑張っております。本日お集まりの皆様方にご理解をいただき、さらにご支援の輪を広げていただくことをお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。皆さんありがとうございます。もう一つ、東京都内におきは、そして本日の午後2時30分より JR 吉祥寺駅におきまして、麻生太郎自由民主党総裁並びに細田幹事長、そろいでおきまして JR 吉祥寺駅前におきまして。